こんにちは、のぼです。ポタリングの時に持っていく携行品の話、3回目。今回はふうさんの緊急キット、そしてのぼの緊急キット、何が入っているかお見せします。まず私から。のぼの場合はふうさんと2人、何かあった時に対応できるようにものが入っています。こんな感じになります。この前お見せした簡易工具、パンクの時にシュッと空気の入れられる CO2 カートリッジと、まあ道具ですね。タイヤレバー、これはチューブレスタイヤ対応のやつなので、まあチューブレスタイヤ対応は普通のものでも使えるので私はこれを持ってます。何かあった時用に緊急連絡先、電話番号が書いてあります。チューブが1本と、もう1本こっちに入ってます。サイドカットしても困らないやつ。最後の砦のパンク修理のパッチとノリですね。この中にはベビーパウダーが入った布が入ってます。パンク修理の時に滑りが悪いとうまくパンクタイヤがはまらない時があったりするので、今はそんなことないんですけど、そんなものも用意して入れてあります。あとあると便利なのがゴム手袋とかウェットティッシュですかね。あると手が汚れた時なんとかなるかな。そんな感じになります。これが私の緊急キットになります。中上さんからあとチェーンカッターがあれば完璧ですねって言われてます。続いてふうさんのこれには何が入ってるか開けてみます。こんな感じですね。ティッシュとウェットティッシュ、簡易工具、これもさっき言ったベビーパウダーをまぶしたティッシュです。ふうさんのホイールにあったチューブ、バンドエイド、タイヤレバーと前回ご紹介したこれさえあればシュッとタイヤがパンクが直っちゃうっていうやつですね。あとウェットティッシュだったかな。そんなものが入ってます。これがあれば出先でふうさんがとりあえずパンクしてもなんとかなるのかなというやつになります。で、彼女の場合は大半私がいるのでパンク修理は自分でやらないんですけど、もしもの時誰かの力を借りるかもしれないし、自分で何とかするかもしれないしっていう小道具セットになります。以上、これさえあれば出先でちょっとしたどっかが緩んじゃったとかパンクしちゃったとか指を切っちゃったとかいうことには対応できる道具になります。あとは保険に入っていれば大丈夫かな、そんな風に思います。次回はちょっと自転車の保険について分かる範囲で参考になればと思うようなことをお話しできればかなと思います。